スバディバ連合共和国別名スバディバ諸島はモルディブ南部にかつて存在した国家。スバディバという言葉は三つの干渉のうち最も大きいフバデュ干渉の古代名から派生した。17世紀諸島のフランスの公開し、フランソワ・ピラールはフバデュ諸島をスワデュと呼び、オランダ帝国の地図上ではスバディナと記載されていた。スバディバ連合共和国の分離独立運動は いまだ封建的で独裁色の強かったモルディブが近代国家として出現しようとする中で発生した。この運動が起こった原因は、モルディブ政府の中央集権的政策と近隣諸国のインド、セイロンの独立であった。1959年1月3日、スワディバ連合共和国は独立を宣言。しかし、モルディブ大統領のイブラヒム・ナシルによって行われたティナドゥの虐殺により、 スバディバは、モルディブの統治下に戻された。ナシル大統領は、ティーナドに、海軍の艦艇を派遣し、武装していない島民に対して、発砲、数百名の人々を殺戮したのである。1963年9月23日、スバディバ政府は解体された。スバディバ連合の分離独立運動は1959年に、モルディブ最南端のアット干渉で始まり、 フバンム村とフバド干渉へと広がった。しかし、1963年にスバディバ連合政府は解体され、指導者であったアブドゥラ・フィフは、セイシェルへの亡命を余儀なくされた。そして、この運動に関わった干渉はすべて、モルディブへと再統合された。スバディバをめぐる論争は、モルディブ人の間で、未だに敏感な問題であり続けている。一方で、スバディバ諸島に対して、 支援をしようとしたイギリスに対する不信感は、モルディブの中央集権化に影響を与えている。第二次世界大戦中、アッドゥ干渉のイギリス軍基地は、モルディブの一時的な交易点として機能し、モルディブ政府は燃料やその他の必需品を手に入れることができた。モルディブ政府からの短期間の独立の後、イギリスは、アッドゥ干渉に住むスバリバ人に対して、侵攻政策を行った。 彼らには、モルディブ政府、セイロン、そして、インドによって行われた、貿易規制を緩和するために雇用、福祉施設、そして生活用品が供給された。しかし、分離独立期間中に、インド、セイロンの港に到着したに到着した、スワディバ連合の貿易船は、地元の公安当局によって没収され、その船長と乗組員は交流された。 結果必要な物資の多くが、スバリバ干渉に届けかくなり、島民の多くは急防し、無駄だと知りながら、船が来るのを待って水平線を眺めていたという、ありがとうございます。